エルナーニ。エルナーニ、アーナニーは、ジュゼッペ・ベルディが作曲した全4幕からなるオペラである。ビクトル・ユーゴーの、これも有名な儀曲、エルナニに基づく。1844年に初演され、ベルディにとって、第5作目のオペラであり、初期の傑作の一つに数えられる。前々作、ナブッコ、初演1842年、前作、十字軍のロンバルディア人。 同1843年のミラノスカラザ初演が成功、ベルディの新進気鋭のオペラ作曲家としての評価は急速に高まりつつあ、ロッシーには作曲から引退、ベッィーには1835年に創生、ドニゼッティは主としてパリ・トウィーンを拠点に活動しており、ちょうどこの時イタリアは新たなオペラ作曲家を渇望していたという情もある。 ベルディはこの好機を生かして大飛躍を企てる。これまで四作は全てスカラザでの初演であり、多くは銅座の支配人、工業師といった方がより的確、バルトロメオ・メレッリに与えられた台本にいいダクダクと曲をつけているだけだった。メレッリはまた、金銭的にも作曲家にとって渋いことでも有名だった。ベルディは作曲面でも金銭面でも、 より有利な条件を追求すべく、今回は他の歌劇場からの移植を受ける決心だった。この気を逃さず、ベルディに接近してきたのは、イタリア半島北部におけるスカラザの最大のライバル、ベネツィア・フェニーチ劇場の支配人、何にもチェニーゴ公爵だった。条件は、1843年から44年のカーニバルシーズンに2作を上演すること、うち1作は、 ベネツィアにとっての初演、最終的にはイロンバルディを上演した、もう一作は完全なる新作であることとなっていた。ベルディは1843年6月頃この条件を受諾した。ベルディから提示した主な条件はというものであり、モチェニー語はそれらをすべて受け入れた。このうち一については、前々作、ナブッコでベルディが受領したのは4000リラ。 イロンバルディで8000リラ、共にメレッリのスカラザよりであることを考えれば、その出世ぶりが伺えよう。2、に関しては、若干の解説が必要である。当時のイタリアオペラ工業での監修では、新作オペラの場合上演料は、分割払いで、うち相当程度は、第3回公演終了後に支払われることになっていた。つまり新作が失敗に終わり、3回以上の公演が、 完了しなかった場合には作曲者は当初契約より少ない金額しか受け取ることができなかった。ベルディは実際大失敗に終わり、たった一夜しか上演がなされなかった、1日だけの王様1840年でそうした浮き目にあっている。この条件の挿入は、ベルディの自信の現れと見ることができよう。ベルディ自身が考えていた題材は、主にイギリスの作家の作品、 例えば、シェイクスピアのリア王、リットンのリエンチ、アトバイロンの諸作品などであったらしい。うち、リア王はベルディが生涯を通じてオペラ化を企て様々な理由で断念、結局作品化できなかった曰く付きの題材である。この時の検討はそのうち最初の試みに当たるのだが、リア王を演じ歌うべきはバス歌手と考えていたベルディは、 フェニーチェ劇場がこのシーズンに優れたバスを確保できないらしいと知って断した。また、リエンツイは1835年初版の小説であり、すでに1842年には、ベルディ光年のライバル、リヒャルト・ワーグナーが、オペラ化、ドレスデンで初演している。ベルディが、ワーグナー作品の存在を知っていたかどうかは定かでは、ないものの、仮に、ベルディがこれを、オペラ化していたならば、 両大会唯一の共作作品となったはずであった。この時は、ベネツィアでの検閲通貨の困難さを考えて計画が放棄されたと考えられている。題材検討を続けるベルディに接近してきたのが、フランチェスコ・マリア・ピアーベであった。ピアーベはベルディより3歳年長であるが、台本作家としてのキャリアを1842年にスタートせたばかりで、この頃は、 フェニーチェ劇場の上演監督の地位にあった。彼は、ウォルター・スコットの小説、ウッドストックに基づいて、独自に起こした台本、アラン・キャメロン・アラン・キャマラモ・ベルディに提案した。これは、新京都革命に題材を取り、ウスターの戦い以降のチャールズ二世と、オリバー・クロムウェルらの構想を描いたもの。なお、ピアーベは、ユーゴーの、クロムウェルを台本化した、と記述している書籍もあるが、 これは誤り。ベルディとピアーベは、この、アラン・キャメロンをオペラ化すべくしばし努力する。ベルディはその内容について、イベントに乏しいなどいくつかの不満を持っていたし、ピアーベがまだ駆け出し同然の経験不足であるのも、不安だった。しかし、ピアーベの因文の美しさには見るべきものがあったし、また、彼がよく気が利く、温和な性格だったこともベルディは気に入ったようだ。 1843年の9月には、アラン・キャメロンは、ほぼ放棄状態となってしまったが、ベルディはそのままピアーベを用いて、支配人モチェニーゴの提起したダヤンをオペラ化することに同意した。それが、ビクトル・ユーゴー原作の、エルナニ・エナニー・オー・ウ・エル・オーガー・キャスティーンだった。ユーゴー作の戯曲、エルナニは1830年に、パリコメディ・フランセーズ劇場で上演された。 サンイッチの法則、熊ギの近畿など古典派演劇の大塗りを逸脱し、フランスロマン派演劇の創始とされる。この作品の初演は、古典派の矢次、ロマン派支持者の喝采の激しい衝突を呼び、その際の騒動が、エルナニ事件、戦争ラバテイル・ディエナニーとして知られているほどの話題作だった。ヴィンチェンツ・ォベッリには初演直後に作曲を試みているが、発表できないと判断したのか。 序曲と一幕のスケッチのみで結局作曲を中断してしまう。ベルディが題材選定を行っていた1843年においては、その興奮は冷めていたものの、エルナにあるいは原作者、ビクトル・ユーゴーの名は検閲カーにとっては未だに危険な響きを持つ存在の図であり、モチェニーゴがなぜそういった問題作をベルディに提案したのか、はっきりとは分かっていない。 エルナニの革新性は演劇の内容よりもその表現方法に損するためオペラ化しても安全であると踏んでいた可能性もあるしこの後ベネツィアの検閲当局との会談で同作のオペラ化が案外すんなりと認められたことから見てモチェニーゴあるいはピアーベは何らかのルートで事前に検閲動向を知っていたとも想像される検閲官の意向を探るのは 当時台本作家の重要な職責の一つであり、ピアーベは生涯を通じて、その点では有能ぶりを発揮している。一方、ピアーベの台本作家としての経験不足に不安を覚えたらしいベルディは、当時在住のミラノから数度にわたり詳細な指示を行っている。現金曲は前後幕にも及ぶ長大なものだったが、ピアーベは指示に沿ってこのうち、 1> 第1から3幕を思い切って短縮、単一の第一幕とした。この結果、原作で主人公エルナニが最も活躍する第2幕は割愛されてしまった。また注目されるのは最後の2幕分についてだが、できるだけ融合に忠実に沿った方が効果的というものだろう。中力原作の素晴らしい極を落とさないようにしてもらいたい。 ピアーエアテ百8 4 3年10月2日付書館などカットしない箇所に関しては逆に原人曲に対する忠実性をベルディが要求していることである。19世紀前半におけるイタリアオペラでは仮に原作などがあろうとも登場人物の性格付けだけを継承して筋書きは勝手に最高性歌詞表現は音楽の都合次第で改変するというのが ロッシーニやドニゼッティといった大家も例外でなく常識だっただけに、ベルディのこの作曲態度は全く新しい時代を象徴するものだった。ベルディはまた支配人モチェニーゴからカロリーナ・ビエッティなるコントラルト歌手を配役に加えてもらえないかとの混成を受け検討している。彼女はベネツィアでは大人気歌手であった。仮にこの依頼を受諾するとなると、 主要登場人物の聖域は、エルナーニ、コントラルト、ドンカルロ、テノール、シルバ、バリトン、エルビーラ、ソプラノとなるはずであった。主人公の男性役を女性が担当するというのは、もちろん18世紀には当たり前、例えば、ヘンデル、セルセで、19世紀初めにもあり得た方式であるが、すでにこの1840年代には、時代遅れとみなされ、傾きがあった。 ピアーベがビエッティキオーア案に強く反対し、モチェニー語を説得してくれた上、最終的には契約条件中の歌手の人選はベルディのおかげで、配役は青年ウェルナーニ、テノール、壮年、カルロ、バリトン、老年、シルバ、バス、若き美女エルビーラ、ソプラノという単純ながら、声のバランスの良いものとなった。オペラは1844年年初頃には完成。 リファーサルと並行してのオーケストレーションを経て3月9日にフェニーチェ劇場で初演された主役手のオルカシュカルログアスコの喉の不調主役ソプラのソフィアレーベの気の抜けたような歌唱舞台装置の一部が未完成等々の障害にもかかわらずこのエルナーには大成功であった同オ,オペラはベルディの初期のオペラとしては世界初演から イタリア半島外各都市での初演までの間隔が最も短い部類に属している。オペラ作曲家ベルディが単なるイタリア半島の新進という位置づけからヨーロッパ全体における有望新人へと飛躍したのはこの作品からだった。全4幕時代1519年カール5世即位直前3分少々の短いもの第2幕終盤の 角笛の場面で用いられるテーマが主題となる。山賊たちの創屈、夕暮れ時。配下の者たちが飲みかつ歌っている中で、東木のエルナーには悩んでいる。明日になれば、彼の恋人どんなエルビーラはその王子である、シルバ老人と結婚させられしまう。部下の山賊たちは彼を励まし、総員でエルビーラを居城から誘拐することに決定する。どうや。 エルビーラの居室。彼女もエルナーニが自分を救出してくれると信じている。ドン、カルロ、スペイン王がお忍びで登場する。彼はエルビーラに自分の熱愛を告げ、彼女を強引に連れ出そうとする。そこへエルナーニが登場。彼はカルロ国王であると見抜き、国王によって加盟断絶したと考えていることから敵外心をよ、燃やす。カルロの方は、 三族エルナーニの蘇生までは知らない。二人の争いがエルビーラの仲裁で収まった、刹那、老人シルバも現れる。シルバは、エルビーラの居室に二人までも若い男性がいることに、驚き、気打の部下を集め二人を手打ちにしようとするが、そこに現れた従者ドン・リッカルドが、カルローの蘇生を明かし、エルナーニ、エルビーラ以外の一同は驚愕する。 カルロは恥じ入るシルバを射面してやり、またエルナーニを自分の従者の一人であるかのごとく、シルバに行って、エルナーニの命も救ってやる。シルバとエルビーラの婚礼の日、修道士に変装したエルナーニが訪ねてくる。シルバはこの見知らぬ客も、寛大に迎えてやる。シルバが席を外している間に、エルビーラは今でもエルナーニだけを愛していること。 このまま婚礼となれば自分は、新床で喉をついて死ぬ覚悟であることを打ち明け、二人は、抱擁する。そこへ戻ってきたシルバは、自分が侮辱されたことを知り激怒、今度こそ、エルナーニを手打ちにしようとするが、そこへ、カルロが軍勢を率いて、城へ攻め入ってくる。カルロは、山賊、エルナーニを追ってきたのだ。シルバは、自分では、エルナーニを撃とうとした者の城に乱入した軍勢に、 城の客人を引き渡すことは、貴族としての誇りが許さない、として、エルナーニを秘密の小部屋にかくまってしまう。怒ったカルロは、エルビーラを人質として連れ帰る。残されたシルバとエルナーニは、まず倒すべき、共通の敵は国王であると共同誓う。エルナーニは、身柄をかくまってくれたことをシルバに感謝し、自分の角笛を命を預けた証拠として渡す。この角笛が鳴るとき、 エルナーニは立ちどころに死ぬであろうと約束して。アーヘンの大聖堂内、カール大帝、シャルルマーニュの母室のある地下室。カルロは皇帝選挙の結果を待ちわびているが、無本の企てがあると知り自ら、カール大帝の母室に身を潜め、無本人たちを一茂打人にするつもりである。予想通り陰謀者たちが入ってき、その中には、エルナーニュとシルバもいる。 大聖堂の外からカルロが皇帝が選出されたことを知らせる三発の法制がとどろく。同時に、カール大帝の母室の代比が開き、人影が現れるので反乱者一味は、カール大帝が生き返ったかと驚く。人影、すなわちカルロは、反乱者よ、自分こそ、カルロ五世であると名乗る。カルロの皇帝選出を祝賀する一団が聖堂内に入場。カルロは反乱者たちを逮捕し、 公爵から白爵までは残守を、それ以下の者は監獄送りを命じる。エルナーニは自分もアラゴンの元貴族家出身のドンジョバンニであると身分を明かし、仲間と共に死を賜りたいと願う。カルロもそれを聞き入れる。エルビーラがカルロに駆け寄りエルナーニの斜面を嘆願した時、カルロはこの保守に眠るカール大帝の意徳、すなわち慈悲の心を、 自分も受け継ぐのだと考え直し、陰謀者一同を即座に放免。エルナーニには、貴族としての加盟復活と、エルビーラとの結婚を認める。一同は、カルロ新皇帝の慈悲を称賛するが、カルロへの反乱もついえ、結婚する、はずのエルビーラも失った。シルバだけは一人、苦手をなめる。今や貴族に復帰、アラゴンのドンジョバンニと称せられるようになったエルナーニと、 エルビーラの婚礼の日、人々は祝宴で歌い踊っている。遠くから角笛の音が響き、エルナーニだけがその意味に気づき青ざめる。シルバが登場、死の約束を果たしてもらおうと詰め寄る。エルビーラはシルバに除名を懇願するが、復讐の王に溶かした。彼は聞く耳を持たない。ついに、エルナーニは自陣し、エルビーラに自分との愛を覚えていてほしい、と遺言して果てる。 エルナーニは、ベルギィの初期作としては珍しく、早くから、イタリア外での上演が行われたオペラである。戯曲の原作者、ビクトル・ユーゴはこのオペラを、下手な模倣品と言って激しく抗議。初演2年後のパリ初演、イタリア座では、タイトル、舞台設定及び、登場人物名の変更を要求した。結局パリでは、題名を、追放者イール・プロスクリと、舞台は、ベネツヤ。 役名も、エルナーニが、オルドラード、カルロは、アンドレア・グリッティ等々とする変更がなされた。なお1840から50年代にあっては、イタリアの諸都市でも、検閲官が原作者融合、あるいは、原作技局、エルナニが、刺激的すぎると考えた場合、この、追放者あるいは、アラゴンのエルビーラ・エルビラ・ガラゴーナ、カスティリアの名誉、エルオノレ、カスティリアーノなど、 別台での上演がしばしば行われた。ベルディのエルナーニは、擬曲エルナニの初オペラ化ではない。以前にもガブシ、1834年、マズッカート、1844年、またこれ以降もラウダーも、1849年なる、作曲家のオペラがあるが、ユーゴーはそのどれに対しても、全く問題視しなかった。これ以前ドニゼッキ作曲の成功作、 ルクレツやボルジアで、またこの後も、ベルギーの大傑作、リゴレットで、原作者号は、パリでの上演禁止、または改作、改題などを要求している点から見て、どうやらオペラが大成功となった時だけ融合は、嫉妬からか文句の一つも言っていたようだ。エルナーニはドラマ的には、全く非現実的なオペラである。スペインから、 フランスの地を横断しはるばる、アーヘンまで、発見もされずに移動する反乱者一味、前触れもなく突如変身支持費を垂れるカルロ、自分の結婚の祝縁で、角笛が鳴ったからといって自害するエルナーニ、年甲斐もない嫉妬に狂う老人、シルバ。これらに、少しでも現実味を与えようと、現代の演出家はいずれも苦労している。口差がないオペラ愛好者は、エルナーニを、ベルディの、 三大高等無形オペラの一つと揶揄したりもする他のツアー、イルトロバトーレと運命の力で3作ともスペインを舞台としているのが興味深い。もっともこれら3作の高等無形さはベルギのトガというより原作技曲のそれに起因するところが大きい。一方、このエルナーには工業師にあてがわれた台本にただ曲をつけるのではなく、 ヴェルディ自らが題材選定に関与し得た初めてのオペラであった。ピアーベが台本作家としては経験不足であり、かつ温は従順な性格だったこともここでは、幸いして、ヴェルディはその力強いが長大な儀曲に、ある部分は大胆なカットを行い、またある部分は忠実に従い、意のままの作曲を行うことができた。ドラマ全体を貫く独特の力強さ、 リズム感、内視切れ味はそこから生まれた。この、エルナーニの成功の後、ベルディは、オペラ作曲において自ら題材と、台本作家を選ぶことに固執しているのも、当然だろう。構成の面では、ベルディがこの作品に至って、主役生域の配置、すなわち、ヒーローとしてのテノール、そのライバルであるバリトン、その両者に思われる、ヒロインのソプラノという組み合わせ。 一定のパターンを確立したということも特筆されるべきだろう。このパターンは、後の、レニャーノの戦い、イル・トロバトーレ、仮面舞踏会そして、運命の力に至るまでの多くのペラで踏襲されることになる。特に、主人公、エルナーには、ベルディの書いた初めてのドラマティックテノール向けの役で、あるし、また、ここでのドンカルロは、バリトンとしては、テッシュトゥー。 作品内での音域がやや高めの、いわゆる、ベルディ・バリトンのキャラクターをベルディが初めて確立したものと見ることができる点で注目に値する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。